ビデオメッセージ。会社の同僚が亡くなった。フリークライミングが趣味の K というやつで、俺とすごく仲が良くて家族ぐるみでの付き合いがあった。K のフリークライミングへの入れ込み方は本格的で、休みがあればあっちの山、こっちの崖へと常に出かけていた。亡くなる半年くらい前だったか、急に K が俺に頼みがあると言って話してきた。なあ、俺がもし死んだ時のために、ビデオを撮っておいてほしいんだ。趣味が趣味だけに、いつ命を落とすかもしれないので、あらかじめビデオメッセージを撮っておいて、万が一の際にはそれを家族に見せてほしい、ということだった。俺はそんなに危険なら家族もいるんだからやめろと言ったが、クライミングをやめることだけは絶対に考えられないと K はきっぱり言った。いかにも K らしいなと思った俺は撮影を引き受けた。K の家で撮影したらバレるので、俺の部屋で撮ることになった。白い壁をバックに、ソファーに座った K が喋り始める。K です。このビデオを見てるということは、僕は死んでしまったということになります。〇〇、バツバツ、今まで本当にありがとう。僕の勝手な趣味で、みんなに迷惑をかけて本当に申し訳ないと思っています。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕は天国で楽しくやっています。皆さんと会えないことは残念ですが、天国から見守っています。バツバツ、お父さんはずっとお空の上から見ています。だから泣かないで、笑って見送ってください。ではさようなら。もちろんこれを撮った時 K は生きていたわけだが、それから半年後本当に K は死んでしまった。クライミング中の滑落による事故死で、クライミング仲間によると、通常、もし落ちた場合でも大丈夫なように下には安全マットを敷いて登るのだが、この時はその落下予想地点から大きく外れて落下したために事故を防ぎきれなかったのだそうだ。通夜、告別式ともに悲壮なものだった。泣き叫ぶ K の奥さんと娘。俺も信じられない思いだった。まさかあの K が。一週間が過ぎた時に、俺は例のビデオを K の家族に見せることにした。さすがに落ち着きを取り戻していた K の家族は、俺が K のメッセージビデオがあると言ったらぜひ見せてほしいと言ってきたので、ちょうど初7日の法要がある時に親族の前で見せることになった。俺が DVD を取り出した時点で、すでに泣き始める親族。これも供養になりますから、ぜひ見てあげてください、と DVD をセットし、再生した。ブー、という音とともに、真っ暗な画面が10秒ほど続く。あれ？撮影に失敗していたのか？と思った瞬間、真っ暗な中に突然 K の姿が浮かび上がり、喋り始めた。あれ？俺の部屋で撮ったはずなんだが、こんなに暗かったか？K です。このビデオを、るということは、僕は、でしま、ゆ、います。〇〇、バツバツ、今まで本、ありが。K が喋る声に混ざって、さっきからずっと鳴り続けているブー、という雑音がひどくて声が聞き取りにくい。僕を育ててくれたお父さん、お母さん、それに友人のみんな、僕が死んで悲しんでるかもしれませんが、どうか悲しまないでください。僕はズバーバツバツ、お父さん死んじゃっばー、死にたくない、死にズバーにたくないよー、ブバーザ。背筋が凍った。最後の方は雑音でほとんど聞き取れなかったが、K のセリフは明らかに撮影時と違う断末魔の叫びのような言葉に変わり、最後 K が喋り終わる時に暗闇の端から何かが K の腕を掴んで引っ張っていくのがはっきりと見えた。これを見た親族は泣き叫び、K の奥さんはなんてものを見せるんだと俺に掴みかかり、K の父親は俺を殴りつけた。奥さんの弟が、K 兄さんはいたずらでこういうものを取るような人じゃないとなだめてくれたおかげでその場は収まったが、俺は土下座をして、すぐにこの DVD は処分しますと言ってみんなに謝った。翌日、DVD を近所の寺に持って行ったら、
処分をお願いしますという前に住職が DVD の入った紙袋を見るや否や、あ、それはうちでは無理です、と。代わりに、ここなら条例してくれるという場所を教えてもらい、行ったがそこでも、えらいとんでもないものを持ってきたね、と言われた。そこの神主によると、K はビデオを撮った時点で完全に地獄に引っ張り込まれており、なんで半年ながらえたのかわからない。本来ならあの直後に事故に遭って死んでたはずだと言われた。入っていい？これは私が24歳の時に体験した怖い話です。当時、派遣で OL をしていた私は一人暮らしのマンションと職場の往復で単調な毎日を過ごしていました。そんな、ある日のこと、駅前を歩いていたらスーツを着た男性に声をかけられました。ナンパでした。普段はナンパなどしていなさそうな爽やかな見た目の人でした。暇を持て余していた私は、お茶だけならと応じました。年齢は私の3歳上で、年代が近いこともあってか会話が弾み、何度かデートをした後で、彼の方から交際の申し出があり、付き合いがスタートしました。交際して2ヶ月が経った頃です。初めて彼氏が私の部屋に来ることになりました。金曜の夜だったので、お酒やおつまみを用意して待っていました。ところが約束の時間になっても彼氏が来ません。1時間、2時間と時間が経過していき、夜もだいぶ更けてきた頃でした。突然、玄関をノックする音がしてびっくりしました。私のマンションはオートロックなのでいきなり玄関に人が来ることは滅多にないのです。コンコン、コンコン、ノックは続きます。宅配業者かなと初めは思いました。けど、その日に到着する予定の荷物などないことを思い出し、彼氏が到着したのかと思い玄関に向かいました。入っていい？彼氏の声がしました。けど、私はドアを開けるのをためらいました。なんでかわかりませんが、開けたらいけないような気がしたのです。オートロックをすり抜けていきなり玄関に彼氏が現れたのが引っかかったのかもしれません。コンコン、コンコン。入っていい？私が応答しないでいると、彼氏の呼びかけが続きました。入っていい？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 答えないでいると、彼氏は繰り返しそう呼びかけてきました。確かに彼氏の声でしたが、無機質で単調な声で、まるで録音した彼氏の声を繰り返し再生しているようでした。私は気味が悪くなって耳を塞ぎました。どれくらいそうしていたでしょう。気がつくと声は止んでいました。慌てて彼氏に電話しましたが応答はありませんでした。結局、彼氏はその日現れませんでした。それどころか、その日以来、一切、連絡がつかなくなってしまいました。なんとか連絡を取らないとと思ったのですが、私は彼が住んでる場所もまだ知らなければ、彼の職場や家族構成など曖昧な情報しか聞いていないことにその時初めて考え至りました。彼のことを私は何も知らなかったのです。彼の身に何が起きたのか、いや、そもそも彼は何者だったのか、何度となく考えた私はある可能性に気がついて立然としました。彼は本当に存在した人間だったのでしょうか。家の少し手前の直線道路。23時に仕事が終わって車で帰ってる途中のことなんやけど、家の少し手前の直線道路に差し掛かった時、いっつもついてる街灯が全部なぜか消えてたんですよ。そこでまず気味が悪くなって、ライトをハイビームにしたんです。そしたら、道路の左側になんかあるんですよ。もともとそこには中くらいの祠みたいなものが立ってて、毎日そこを通ってるから見慣れてるんですが、その日はその祠の横になんかあったんです。で、だんだん近づくにつれて、それがどうやら人だってことがわかったんですね。それでなんかうちはほっとしたんですよ。なんだー、人か、みたいに。でもいよいよその人がはっきり見える位置に来て、正直背筋がゾゾゾってしました。くくりとも動かんのです。
道路に背中を向けた状態で、両腕が脱臼したみたいにブラーンと下に垂れてて、頭もガクッと垂れて前のめりで、顔が全く見えんのです。髪が長くて頭を垂れてるから髪が顔全体を隠してしまって。通り過ぎた後、3回ミラーで確認して、4回目見ようとすると街灯が全部ついたんですよ。で、ミラー見たらそこには何にもなかったです。あれからその道は夜通らないことにしてます。もっと詳細やけど、その格好も異様な感じだったんよ。夏だったのに今時着ないだろ、みたいなトレーナーにロングスカート。なのに素足にスニーカー。全体的に汚れてるの。しばらくは思い出して夜寝れなかったが、こっち振り向かれなくてよかったと思っています。